まずはこの状況をどうするかです。きっと救助の船が来るまでには1週間はかかると思います。この無人島で僕たち2人だけで何とかして生きていかなきゃいけない。あなたには何ができますか？メーン。メーンじゃなくて、僕は植物に詳しいんです。大学院で植物の研究してました。だから食べられる野草と食べられない野草の区別ぐらいはできると思います。そんな風にあなたにももし得意なことがあったらと思うんです。何かありますか？メーン。メーンじゃなくて、お名前は何て言うんですか？小林。小林さん、僕は植物に詳しい。土のことも少しだけわかる。木の実もわかる。でも魚とかわからない。なんかそんな風にあなたにも無人島でのサバイバルについて何かしらこう使えそうな知識とかがあったなって思うんです。何か得意なことはありますか？メーン。メーンじゃなくて、別になかったらないでもいいんです。力を合わせてやっていくしかない。どんな人かが知りたいんです。何か得意なことはありますか？メーン。剣士かラッパーかわからない。ちょうど剣士かラッパーかわからない。どっちにも見える。得意なことは何ですか？メーン。メーン。剣士にもラッパーにも見える。ちょうどどっちでもいける。縦だからどっちな感じもする。こうでもこうでもなく、こう緩やかな縦だから剣士にもラッパーにも見える。本当にどっちでもいいけど、どっちか知りたい。あなたの得意なことは何ですか？メーン。そうか、でもこれ剣士でもラッパーでも役に立たないんだ。別に無人島ではどっちにしても意味ないんだ。でも知りたい。この人しかいないから知りたい。せっかくだから知りたい。でも1週間もあるから直接聞いて分かってしまうともったいない。数少ないヒントで知りたい。動きを見たい。得意なことは何ですか？ミェー。分からん。一旦真似してみよう。メーン、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 メーン。剣道だ。見たのか。見たなら見てけよ。